はい、それでは武田選手にお話を伺いたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。武田選手、ここまでの調子はどうでしょう。どうですかね、今日どうでした、見て僕の調子どうでした。いや、空港人多すぎて、着いた時にはバーテしかやってなかったおい、遊んどんな、怪しい。いや、バーテ毎週回練習終わったと絶対。あ、そうなんだ。へぇ、バーに当てるキックの感覚で相手のディフェンスラインの裏に落とすとか、そういうなんか、フォワードだったらシュートの感覚とか、絶対上手くなるって感覚言ったから。あ、そうなんだ。毎回やったもんかね。あ、そうなんだ。いや、なんかね、バーに当てる練習してると、いや、ゴール入れる練習しろよ、バー当てる練習じゃねえよって思ってたんですけど、試合はその辺大丈夫ですか。この間の練習で匠のシュートバー当たったんですよね。いや、それやっぱ出てんじゃん、成果が。あ、そう。はい。そかそか。まあ、でも、ここまでのキャンプ、やってみてどうでしょう。そうですね。まあ、今年はフィジカルコーチが2人いて、結構走り込みも含め、筋トレもしてるし、その辺のなんだろう、科学的なフィットネスの部分は結構ナスコの顔。いやいや、きついって言ってたもんねと思いながら。いや、ほんとナーさんと結構 LINE で、やばいっす、きついっすって言っちゃう言ってるけど、マジできついっす。それ監督にもチクっといたから。そしたら、いいねって言ってた。マジできついっす。そういうことね。はい。まあでもね、このキャンプ、まあ、しっかり上げて、で3月7日の開幕戦からね、全力でいけれるように、まあ、頑張ってもらいたいなと、ね、はい、思います。はい。まあ、ただその、ただし の, その存在というのは、やっぱそのチームをね、引っ張っていく一人だと、ね、思うんだけど、まあ、どのようにそのこのチームを、ね、引っ張っていこうかなと考えているか。それちょうど相談しようと思ってて、難波さんにちょっとアドバイス欲しいな。どうやってチームを引っ張っていくのがいいかって。やっぱランさんが選手の時はなんかもう前線から打って背中で語るじゃないけど、練習盛り上げて、でわざとシュート外して笑い取って、どういう風にやるのがいいかなと思ったんですけど、ちょっとアドバイスないですか。その前半部分までは合ってたんだけど、はい、わざとシュートは外してないです。あれ実力っす。あれ実力でした。実力で外れて、うわーって、決めろよってみんなに言われて。いや、全部計算されてるのかと思ったんですけど、ね。いや、そこだけは違いました。いやいや、でもそれはさ、やっぱ、ただしの良さっていうのがあるし、それはもう、ただしの感覚で、やればいいところなんじゃないかなと。まあ僕はそうですね、やっぱいい時はいいと思うんで、あんま良くない時こそどう行動するかなと思うんで、結果に左右されずに、やっぱこう何が目標かっていうのを考えながら、毎回ブレずに週末に向けてやるっていうのを示すかとか、そういうのをやればもうずっと引っ張るってことになるんじゃないかなと思います。やっぱりチームね、やっぱ若い選手も多いし、いい時はやっぱいいんだよね。これダメになった時にいかにベテランがね、そこでどういう行動を取れることが言えるかっていうことが、ね、はい、重要になってくると思います。はい。まあでもそんなね、ただしを今年もまた見れるっていう、また新たになんかアンバサダーになっても。楽しみ、試合を見る楽しみも増えたので、また今年もね、ちょっと僕を楽しませてほしいなと思います。岐阜に来て、まあ、ディフェンスながら2得点したんだけど、まあ、一番印象深いのが2年前の、対大宮戦、ヘディングのゴール決めた後のすごいダサいパフォーマンスだったんだけど、またそれは今年も、まあ、継続っていうことで。いや、ダサい言ってますよ。いや、え、言った、嘘言った、今も一生いじってくるじゃないですか。必死に走ってジャンプ。いやいや、あのパフォーマンスはまた継続ということでいいですか。いや、あれダサいんでしょ、だって。いや、わかんない、俺はダサいかなと思ったんだけど。いや、俺ってゴールあんま決めることないかわかんないですよ。コーナーキックでなんかコーナーフラクラヘッド、そんなんできないですよ。あ、
まだその域には達してねえか、点取ったら何すればいいか分かんないけど、パニックって走るしかできないからじゃあそれはちょっとね、今後 AC リーグのサポーターの人にちょっと募集しようかなと俺は思ってるんで、いいですね、ぜひ武田選手がね、今季ゴールを決めた時のパフォーマンスを募集しますんで、ファンサポーターの皆さんよろしくお願いします。それ俺じゃない方がいいんだよ、フォワードの人にやってもらった方がいいんだよ。いや、それみんな分かってるから、フォワードの人たちは点取った後のパフォーマンスかっこいいのが分かってるから、うん、分かってないのはあなただけだから、うん、それ募集するから大丈夫まあそれではね、最後になったんですけど、 AC 岐阜ファンサポーターはね、この岐阜で待ってるんで、この宮崎の力一言お願いします。はい、まあ今シーズンやっぱりこのチームに残って、何よりも南波佐田の去年のお前は残れた、その一言が、まあ、僕を動かしたと思うんですけど、その南波さんの期待に応えられるような、ランさんを悲しませないように、そしてサポーターの皆さんを喜ばすことができるように頑張りたいと思います。どうでしょう、100点。なんかすげえ俺を持ち上げてくれてるコメントだね。いや、言ってきた。いや、だけど、これ、このカメラの向こうで、はい、わーってなってる人半分、はぁ、いはい、ってなってる人半分だったら、ちょっとそのアンチ武田派からしたら俺怖いんで、はい、ちょっともう今のコメントカットしておきますので、よろしくお願いします。じゃあ俺を今年英雄扱いに してもらえるような、はい、活躍を待ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。